アメリカの氷が修理の食堂自動車食堂自動車は特殊用途自動車のうち食堂車と例示されるもので鉄道の食堂車と区分するため項目名を食堂自動車とする一般的には食品調理加工販売車移動販売車フードトラックなどと呼ばれるバスやトラックなどの内部や荷台部分を仮装し加熱装置流し台などの厨房設備を備えて 調理作業ができる状態としたものであり、飲食のための客席を設けていることが必要である。客席を設けていない車両は、キッチンカー、ケータリングカー、カフェカー、移動販売車と呼ばれることが多い。移動販売として、加工済み食品を売るだけではなく、車内で食品の加工が行われることとなり、飲食店として保健所の許可が必要と考えられる。仮想の段階で、 厨房設備を組み込むため、車両は特殊用と車両となり、ナンバープレートは8ナンバーであることがほとんどである。また、事業者や従業員の負担を減らすため、普通免許で運転できる寸法と操縦量とする場合が多い。すでに店舗を持っている事業者が宣伝のために移動販売を行う場合、時期によって集客状況の変動が大きい場合、 店舗のない場所での出店や新商品の可能性を探る場合などに移動販売が利用される。許可の関係で建築物を建てにくい場所であっても、道路の一部を占有して、例えばタクシードライバーのための食堂設備として営業していることもある。毎日自走して移動するものもあれば、電気も引き込み車両登録も抹消したものもあると思われる。 都心の時間貸しの駐車場でメロンパンを焼いたり、コーヒーを提供するカフェカーも見られる。冬はスキー場、夏は海水浴場で飲食店を展開するため、トレーラーに厨房を組み込んだ事業が行われたこともあった。バスラーメン以下のものやパンを焼くだけのものは特殊自動車であるとすれば、加工車と分類されると思われる。ありがとうございます。